はい、どうも、ミルスケ太郎です。ということで、首都高バトル X やっていくんですけども、どこだっけ？デイブレイク？だっけ？もう、そうだよね。デイブレイクだよね。もう、めっちゃ長くなるけど、しょうがない。しょうがない。やるしかない。デイブレイクの、そう、新幹線乗船。一回戦目ワンダラ？本当かい？まあいいや。緑の野生児だし。ちょっとあんたが強かったな。長い。危ない。よし。はい、2回戦もワンダラーです。アンバランス石井さんですね。なんで？3速だったな、師匠。これは外側にちょっとぶつかったけど、しょうがない。 OK、 よし、ようやく普通のやつに会いましたね。ようやく普通です。でもやっぱり早いよ。よいしょ。いや、もうこれ余裕だとか、ごめんなさい、余裕でした。もしも普通か。あー、伊達に3リッターじゃないね。あ、2.5リッターだ。伊達に 2.5 リッターじゃないよな。よいしょ。オッケー。はい、すぐ、またすぐ近くなるよ。間隔が狭いからね。あーあーあーあああ
突き放せにかかるから。じゃあのオッケー、はい、今回は長くなるぞ。さあ Z、 なんであいつ事故ってった、自ら事故ってった、すげえ大悪気だな。していけば全然問題、危ねえ。 OK、 引っかかったけどね。よし、早いな、なかなか早い。やっぱスタートダッシュは FB は難しいか、勝てる相手と勝てない相手ぐらい。噴射。ロスが切れたと同時に事故ったわ。はい、クリア。はーい、スープラばっかりだ。結構ギア比伸びたやつだな。はい、で、オッケー、はい、次。うーっちゃいよ、ごめんな。貴様の加速力がいけない。オッケー、わあ、バンパーが、ウォー、あー、事故った、普通に事故ったわ。うわー、これは長引かざるを得ないな、長引いちゃうな。あー、さよなら。オッケー、はい、過ぎちゃったやつです。
早いな、スカイライン。ロータリージャンキーを外したら何ていう名前が出てくるのかわかんねえな。OK。 はい、早いな、スタートするの早いな。早い早い。あれ、これはなんかしたか。あー引っかかったけどしょうがない。はい、ウッドペッカーシンドローム。ウッドペッカー、ブレーキ踏むんかーい。これなんだこれ、余裕すぎるだろう。終了。お、なんかまともなやつだ。あ、かっこいいやつだな。余裕。 OK。 3-4 だった。あーマジか。噴射しないとダメだね。あー早い、くそ。限界を超えたコーナリングスピードで。早い。あーまずい、限界を超えたコーナリングスピード、超えすぎた。ざけんなざけんなよ、なんで出てくんだよおめえ。
うわ最悪だよ。うわせっかくせっかく。なんであいつらぶつけてくんだよ俺のことを。待て、早え。待て、早い。あー、早え。よし。リベンジ。こいつら早え。しかも途中から出てくんじゃねえよ。途中から出てくんじゃねえよ。そう。やっぱ早い。コーナーでなんとかしないと。やっぱり限界を超えたコーナーリングで。いやこれでボスに勝てんのかよ。スープラが出てくるとは思わなかった。熱すぎると死ぬ。うわっ、よし、よし、リーダーは一体倒した。次はお前らだ。キラーってあれいなかったっけ。プライドキラーっていなかったっけな。ストレートで終わりたくない。ストレートで終えたくないな。
大丈夫か。あーやばいぞ、やばい。やばい。しかも34かまた。もう34多いな。ああ34だよ。早いし。またこいつもあれなの？失礼しますって来るやつ？ FF 外から失礼するぞーって来るやつだろう絶対。限界を超えたコーナーリングで。辛いんだよ。FF 外から失礼するぞーってされると、こいつはされないやつか、してこないやつならしてこないですね。歓迎忘れてる。よし、うわーうわーうわ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 、出てこなくてよかったのに。予感はしてたよ、予感はしてたけど、夜明けのガーネット出てこなくていいよ。いや呼んでないよ、夜明けのガーネットなんて。しかもこの後は出てきちゃうじゃんあいつ。あとあいつ出てきちゃうじゃん。そんなに離れないな、やっぱコーナーは。コーナーはそんなに。限界を超える。限界変えと超えとけば全然問題ないから。危ない危ない。よーし、ガネット撃破って出てくるんだろ。ついにスカールバレットの仲間を全員撃破しちまいやがったか。お前さんなかなかやるじゃないか。これでスカールバレットも黙っちゃいないだろう。いよいよ来るべき時が来たって感じだな。あの男、あっちの非合法レース界では相当早かったらしいよ。油断していると足元を救われるぜ。そういや、人体のやつ、こっそり戻ってきているんだって。まったく、俺に会えたともなく、相変わらず冷たいよな。そうだよね。元13気象だもんね。あいつとは古い付き合いでね。俺がまだ13気象と呼ばれる頃からの腐れ縁だ。だから俺はあいつの性格を知り尽くしている。あいつだってこのまま終わりだとは思っちゃいないだろう。だがまだ気持ちの整理ができていない。今はそっとしておいてやった方がいいかもな。まだ終わってないんだよ。まだ終わってないよね。そう、まだ一体倒してない。一体倒してない。行くか。スカールバレット。待っていましたよ、あなたのことを。日本の走り屋をちょっと見くびりすぎていたようです。私がここに来た理由もうご存知ですね。3年前一人の走り屋が私の国にやってきました。その男はスネークアイズと呼ばれ、次々と強者たちを撃破し、ストリートレース界では
一躍有名人となったのです。そしてある日、私はスネークアイズと対決しました。私はあの男の勝利、結果はあの男の勝利か、ごめんなさい。その後スネークアイズが日本に戻ってきたという噂を聞き、私はあの男を追って日本にやってきたのです。アメリカで起きた屈辱を晴らすために。私の悲願がもう少しで叶おうとしている時にあなたが現れたのです。スネークアイズを撃破する前にあなたを破る。そうすることであの男も私に対する評価を改めることでしょう。話が長くなりました。準備ができたらいつでも声をかけてください。嫌です。嫌ですよ。こいつと戦うマキシマムイーグル。お前みたいな腕もないくせに生きている、生きがってる走りを見るとイライラするんだよ。一発の口を叩くんなら結果を出してみろってんだ。俺は昨日今日走り始めたばっかりの素人とは違うぜ。何度も白馬をくぐりてきてんだよ。ブブブ結果を、経験を積んだ走り屋がどういうものか、その上にしっかりと焼き付けておくんだ。こいつはリーダーなんだよね、一応ね。かっこいいな。何キロ走んだよこれ。もしかしたら10キロ走るんか。10キロは長いよ。なかなか早い。いいね。よいしょ。あぶねえ。やばい。おめえ。しかも内回りかよ。よし、スカールバレット行きますよ。準備はできましたか？それではショータイムの始まりです。しかもタイムアタックバトルじゃん。絶対速いから。
あ、オーラ放ってる、マジかよ。余裕、ちょっと待って、もっと強いのかと思った。流れすぎちゃった。いや余裕だったんですけど。スカールバレットちょっと拍子抜け。マジで拍子抜けだな。スカールバレットを破ったそうだな。全くお前には驚かれっぱなしだ。驚かされっぱなしだ。OK、分かったよ。俺の負けだ。確かに俺はかつて人帝と呼ばれていたことが。誰か決めたのか知らねえが、首都高速最速の走りなんて言われて。お前人帝だったら嘘だろ。
だからそんな称号には何の意味もないことに気づいちまったんだよ。所詮チューンドマシン同士のバトルという狭い世界でのちっぽけな英雄に過ぎない。それでもお前が目指すというなら俺は止めない。だが俺には何も期待するな。今日はそれだけを伝えに来た。じゃあなと。ここはあんたの秘密基地かい。今をときめく有名な走り屋のガレージっていうのは割には薄汚いね。おっと失礼、自己紹介がまだだったな。オイラの名前は白石ストームか。これこの辺りじゃクレイジーモンキーっていう呼び方の方が通りがいいかもな。ファントムナイン、C1 のトップ3を撃破しスカールバレットを破ったあんたにうちのリーダースネークアイズがとっても興味を持っていてね。あんたを知らない、あんたは知らないかもしれないけど、ファントムナインは首都高最強のチームと呼ばれてんのよ。あんたみたいな走り屋にちょろちょろされると正直迷惑なんだよね。これ以上勝手な真似するんなら本気で潰しに行くんで、そのつもりで今日のところはこれで失礼するよでしたか。ボディキットを購入できるようになりました。ボディキット、ボディキットってなんだ。あー、なんだこれ。軽くなるし、合成パワーへ。たっけたっけー、ダメだなぁ。たけえよ、たけえたけえ。まあいいや、ひとまず今回はこれで終わりにしよう。あー、ライバル増えた。あ、トップレベルもいるじゃん。アナザースターもいる。これは知らない。これも知らない。ああ、お前ら来てくれたか。お、リングス。リングスあれ被ったんだね。2ミリミッツ。ここは知らないな。ここも知らない。デイブレイクは全部同じか。リングスがいるってことは、リングスがいるってことは、うん、間違えちゃった、間違えちゃった。うわー、C1 か。どっち先倒した方がいいんだろう。ワンダーランも増えてる、もしかして。増えてる。うわー、ゴッドイヤーもいる。モスキートレモン、え、こいつワンダーランになっちゃったんだ。え、こいつワンダーランになっちゃったの。こいつは初めてだね。マシオブインフェルノ。あ、あ、こいつ、こいつ知ってる。え、こいつマシオブインフェルノってワンダラだったっけ。あ、こいつもワンダラになってる。え、え、
あ、ラストフライト。あ、出た。こいつ、あ、キングオブエデンもいる。ワンダラー。あらなんだね。間違えちゃった。トーキングハンマー。クライベイビーじゃん。横浜の重戦ドキモン。マジで。横浜の重戦ドキ。マジか。で、こっちは。うわぁ、長くなるなぁ。全部オールに入るんだ、多分。これでまだ 51% だろ。うーわー、すんげーよ。はい、ということで今回はここでおしまいです。なんかワンダラーじゃないやつが、まあ01の時のやつらがワンダラーになってたりしてるので、マッシュオブザインフェルノって確かワンダラーだったな。あ、まあすごいその世界観が変わってるっていうのがありましたね。はい、ということで今回は驚かされっぱなしです。はい、お疲れ様でした。